こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です。今日は儲かる商品の選び方、ね、儲かる商品選びの方法についてお話し,します、えー。儲かる商品を探すには3つのポイントがあります。まず、儲かる商品は見つかると思って探すと。ね、これ非常に重要です。えー、特にね、えー、始めうまくいかないまだ、ね、始めのうちに 気合、まあ、入れてすごい時間かけて探したとかね、えー、思いっきりたくさん、えー、買って出品したというのが、えー、ほとんど売れなかった、ね、この時ね本当売れて儲かる商品あるのかなという感じでね、えー、迷いというかんていうか自信がなくなるというかそうなると面白いようにね えーまあ、面白くないんですけど、まあ、不思議なことにね、えー、儲かる商品なんて本当にあんのかなと思いながら探すと見事に売れない儲からない、えー、商品ばかりを選んできてしまうことになります、まあ、本当、えー、儲かる商品っていうのはねもう見つけてる人たくさんいるしまあ、えー、買い物好きな、えー、無駄遣いが好きな私が、まあ、私みたいな やつをね、相手にすれば、えー、売れるだろうということでね、えー、サポートしてますんで、まあ、相談しながら見つけていけば、えー、必ず、えー、簡単に見つかります。で、逆に相談なしでね、えー、なんか、いろんなもん見ちゃったりなんだりで、えー、苦労して仕入れたのが売れないとなると凹むんでね、まあ本当、ほん軽、軽い感じでやって、まめに相談してください。で、見つけ、見つけた商品は溜め込まずに送ると。 で、最初に仕入れるのは1商品1個と。まあ、これも重要です。結局ね、これね、見つけた商品をすごい溜め込んじゃうと出品が嫌になっちゃいますし、えー、最初に仕入れるのをね、これはいけそうだと言ってね、えー、10個、20個とか仕入れちゃうと、まあ、それが売れないとね、えー、やっぱダメージが大きいと。ね、えー、まあ、送料とか考えるとね、えー、損、割高で損の嫌な気がするんですけど、やっぱり初めのうちはね、えー、少なめの商品を、 少ない種類。だから20種類とかね、30種類の商品を1個ずつ送ると。で、売れた商品の中から探す。まあ、売れなかった場合にはその商品は売れない。あるいはそのカタログじゃ売れないのが分かったということで割り切るというのでね、進めていっていただくのがやはり一番いいです。このね、初めからたくさん送るとか、1商品1個以上買うとかいうのはね、 ま良、あ、くないんですけど、どのどういうふうに良くないかっていうのはね、いまいちはっきりしてなかったんですけど、まあ今、相談しててね、この相談が多いけど、なかなか送らない人、あるいはね、えー、一度に1個じゃなくて複数仕入れる人、ちょっとずつなくて、一きにドバっと行く人は、もう1回失敗しただけで結構へこみがでかいというのが分かりました。 それは商品探しにすごいマイナスになるんで、やっぱ初めはね、えー、少量で1、えー、商品1個、まあ、これを守ってね、やっていく分には、まあ、売れなくてもね、まあ、まだ少ないしって感じで、えー、やっていけて、えー、修正しやすいですけどね、一度に 100, 100個とかね、あるいはね、えー、1ヶ月以上かけて探しに探した商品を送ったといった商品が外れた場合、ね、これね、 えー、結構ライバルが強かったら売れないんで外れることは、えー、多々ありますでその時ね、えー、やっぱ修正しやすいのは、えー、あまりあまり時間とか手間をかけずお金をかけず、えー、少量から始めてった方がね、えー、修正しやすいねなかなか、えー、商品が儲かり商品が見つかると思ったのがへこみにくいというのもあるんでね、えー、この 2番目、3番目、見つけた商品食め込まず送ると。あと、最初に仕入れない商品1個というのもしっかりと守って商品探しをしていってください。それと、オーストラリアのね、ダイソーを見て、オーストラリアに住んでて探す場合の注意点としては、結構事前にね、ネットで売れてる商品等を検討つけてというか、リストアップして探しに行かないと、何しろ店舗に売れてる商品がないと。 品切れになったら次の補充は1ヶ月後とかいうのはザラなんでね、えー、オーストラリアの場合、基本的に売れてる商品は店舗にないことが多いと。ね。だから、えー、店舗にある商品を片っ端から、えー、買ってスキャンしたり、買ったりスキャンして、えー、送っても、逆に、えー、売れない可能性が、えー、多分にあるというのがあるんでね、えー、売れてる商品は店舗にない。ね、いつ入りますかと聞くとか、予約できるとか、発注できればその形で仕入れた方がいいと。 いう形ですで日本の場合はね、まあ普通に、えー、店舗である商品を見つければ OK と。でしかもね、えーまあ、補充も早いし陳列も豆なんでね、えー、売れてる商品は大体目立つところに陳列されてます。ねえー、コ,ーナーのコーナーの角っていうかね、えー、コーナーにずらーっと並んでなくてあの、人が通ってく方に並んでいくとか、まあ、目立つところに、えー、展示してありますんでね、まあ、そこからチェックしていくと。 で、あとはね、他の海外から来てる人がカゴに入れてるものをね、えー、さりげなくチェックしてそれを調べてみるというのがね、有効です。あ何しろ、えー、商品探し、えー、豆に相談してください、えー。正直ね、相談されずに入れられちゃうと、まあ、えー、大量に売れないものばっかり入れてるというようなね、えー、ことも起こり得るんで、 まあ、とりあえず、ま女、あ、子、えー、商品ぐらい選んで相談してもらってね、でそれでまあ、コメントつけてお返しして、それをもとに、えー、また別な商品を、えー、リストアップしてきて相談してもらうと。はめはそれ繰り返してやってった方が、えー、打率も上がるし、えー、変なミスもないんでね、いいかなと思いますんで、まあ、商品探し。えー こんなことまで聞いてもなんだなと思うことまでね、遠慮せずに聞いてもらった方がいいなというふうに思います。えー、またご質問、ご相談を待ちています。まあ何しろ一番重要なのは、儲かる消費は見つかると思って探すと。まあ見つからないんじゃないかなと思って探せば実際に見つからないです。だからね、えー、見つかるんだと。 いうのがね、わ、えー、かるような気持ちになって店舗に行くことが大切なんで、まあそうなるようにサポートしますのでね、まめにご相談ください。以上、天ンバーアカデミー、堀秀夫でした。